立憲民主党の衆議院の原口です。今日は、あの、えー、ご説明ありがとうございます。えー、っと、東電さんと経産省さんにお尋ねしたいんですが、西村経産大臣は、その原子炉等規制法違反ではないというような答弁を予算委員会でしていますけども、今頃ですね、実施計画、これ、原子炉等規制法に基づいた、あの実施計画のもとで、この作業が行われていると。 を理解してるんですが、あの、その理解でよろしいか、経算書ですね。それから、えー、仮に、あの、規制委員会委員長がおっしゃってるような実施計画の違反だとするんであれば、まさに原子炉等規制法違反に当たるんではないか。で、今頃、その実施計画違反かどうかと言ったことをですね、聞いてる、あの、調べてるって今お話になったけど、そういったことも、あの、 Que entonces...